ジャモベス・ユレーマン・オングル・ハジンスキーは、アゼルバイジャン民主共和国の政治家。ロシア5名ジャモ・ベク・ガジンスキー。ロシア帝国馬空圏のクバに生まれた。1907年に、サンクトペテルブルク大学法学部へ入学し、卒業後は1915年から2年間を、バトゥムのムスリム亡命者支援組織で、法律顧問として働いた。1917年4月には、 ザカフカース特別委員会の代表となり、翌1918年2月からは、ザカフカース委員部でもムスリム派閥の代表を務めた。同年5月28日に、アゼルバイジャイ国民議会が、アゼルバイジャン民主共和国の独立宣言を発した際には、その賛同者の一人となった。独立後のアゼルバイジャンでは、初代内閣で6月17日まで国家統制官を務め、 1919年3月14日から翌1920年4月1日までの第五大内閣で郵便、電信大臣を務めた。しかし、赤軍のアゼルバイジャン侵攻後の1922年には逮捕され、懲役3年の刑を受けた。6年間服役した後、1928年にソロベツキー特殊収容所から爆撃艦するも、1938年に、 再逮捕され、1942年に、ロシアソビエト連邦社会主義共和国キーロフの部屋とか、収容所で死去した。その後、1956年に名誉回復がなされた。ありがとうございます。